い、まあ、その辺のメンタル的なところとコンディションですよね、まあ、それをどれぐらい回復してこの優に入ってこれてるかですよね、はい、さあ両チームの選手たちがピッチに登場してきて、フライデーナイト J リーグというのは今シーズンから始まりましたけれども、今日緊張スタジアムの近くにある鴨川商店街ではそのフライデーナイト J リーグを盛り上げる装飾を施したり、商店が一時閉店となったりしているそうです、まあ、試合後に再オープンするお店もあるそうですけれども、まあ、地元の方の多くが一体となってそういうところが良さでもあるんですけどね。いやでももう決めれば、ね、いいっていう感覚ですよフォワードの選手は、はい、ええ、高木入れます、お、クリア流れた、杉本健雄、杉本良さでもあるんですけどね。いやでももう決めればね、いいっていう感覚ですよフォワードの選手は、はい、ええ、高木入れます、お、クリア流れた、杉本健雄、杉本新シーズンのファーストゴール、杉本健雄手を取りました、セレッソ大阪。これは素晴らしいシュートだったですね。ちょっとクリアしきれなかったですね、はい、高木入れます、お、クリア流れた、杉本健雄、杉本前にかなり多くの列を作って並んでいたコンサドーレ札幌のサポーターです。あー、抜けた、柿谷につけていく、柿谷自分で落とした、シュート、高木俊之完璧なアシスト、柿谷陽一郎並んでいたコンサドーレ札幌のサポーターです。抜けた、柿谷につけていく、柿谷自分で落とした、シュート、高木俊之完璧なアシスト、柿谷陽一郎ていく、柿谷自分で落とした、シュート、高木俊之完璧なアシスト、柿谷陽一郎、を作って並んでいたコンサドーレ札幌のサポーターです。あー、抜けた、柿谷につけていく、柿谷自分で落とした、シュート、抜けた、柿谷につけていく、柿谷自分で落とした、シュート、完璧なアシスト、柿谷陽一郎、これも素晴らしいゴールが攻撃参加する形ですよね、まあ、前節広島戦では最後シントンとか出てきましたからね。さあ三好拾ってクロス、チェイが来た、でしょうか、チャナティップが決めました。さあ三好拾ってクロス、ジェイが来た、チャナティップでしょうか、チャナティップが決めました、 J リーグ初ゴール、そうね、まあ、前節広島戦では最後シントンとか出てきましたからね。
さあ三好拾ってクロス、チェイが来た。さあ三好拾ってクロス、チェイが来た。チャナティップでしょうか。チャナティップが決めました。 J リーグ初ゴール。参加する形ですよね、まあ、前節広島戦では最後浸透とか出てきましたからね。さあ三好拾ってクロス、チェイが来た。チャナティップでしょうか。チャナティップが決めました。 J リーグ初ゴール。さあチャナティップ触りましたね。触りました。広島戦では最後浸透とか出てきましたからね。さあ三好拾ってクロス、チェイが来た。チャナティップでしょうか。チャナティップが決めました。 J リーグ初ゴール。さあチャナティップ触りましたね。触りましたね。サイド流れます。ただこれも拾えそうです。三好狛江のクロス、ヘディング、光が決めた。2対2タイスコアです。狛江のクロス、ヘディング、狛江のクロス、ヘディング、抜こうとしました。またクロスが来た。ジェイ。セカンドは三好倒れますがノーファール。さあこれがクロスが左サイド。スピードを折り返した。柿谷、柿谷。柿谷。クロスが来た。ジェイ。三好倒れますがノーファール。さあ、これがクロスが左サイド。スピードを折り返した。柿谷、柿谷。
枠はつきませんでした。さて柱谷さん、はい、内容の濃いゲームでしたけど90分どう振り返りますか。いや非常に面白いゲームだったですね、はい、お互いに攻撃的だったですし、お互いのクオリティの特徴がよく出た、まあ、ゲームだったですね、ただ決着はつきませんでした。さて決着はつきませんでした。さて柱谷さん、はい、内容のというのは、まあ、常に先手を取ってたセレッソにとっては勝ち点2を失ったっていう感じにどうしてもなってしまうでしょうね、はい、逆に札幌のはもう追いついて引き分けですから、まあ、勝ち点1をなんとか、ね、奪い取ったっていう、まあ、そういう思いになるでしょうね。コンサドーレにとっては、はい、この3対3が大きな一歩ですよね。そうですね、特に開幕戦は得点ゼロに終わりましたから、はい、この第2戦で3点取りましたからね、まあ、それだけに、まあ、自分たちの攻撃の姿勢をしっかりゲームの中に出せた、まあ、ゲームっていうふうに言えるんじゃないですかね、札幌にとっては。あとはもう札幌にするんですが、これは本来であれば勝ち点3取らなきゃいけないゲームだったでしょうね。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification